日本国憲法の制定過程見ておきましょう。戦後、憲法問題調査委員会が設立され、委員長は松本常時が務めました。この通称松本委員会の改正案が、明治時代と変わらない保守的なものだったことに対してマッカーサーが激怒。松本案は拒否だ私が自ら下書きを作るこれがマッカーサー草案です。その中で、マッカーサー三原則なるものが唱えられます。天皇が国家元首、戦争の放棄、封建制度の廃止です。これを受けて GHQ が下書きを完成させていきます。 これにやや手を加えて和訳し、篠原内閣で若干の修正、憲法改正総案要項が完成したんです。そして戦後初の衆院選を経て、まだこの時は憲法改正されていないので帝国議会で憲法改正総案要項を若干また修正します。憲法9条の足出修正などですね。これを経た上で大日本帝国憲法の改正という形で交付。1946年11月3日に交付され、1947年5月3日に施行です。 マッカーサー草案からの GHQ 草案を若干修正、そしてまたさらに帝国議会で修正され、日本国憲法になったということです。